エンジン始動。現在 62.60、アベレージはね 62.9 キロ。ちなみに25キロ走りました。25キロ走って、燃料はまだ減ってないですね。 62.8 キロ。さあ行きましょう。あ、どうかこうか。スクーターじゃねえんだこれ。めんどっちいな。めんどくさい乗り物だということが今わかりました。スーパーカブ C110、タイ仕様、ね、新型エンジン。どんな走りをするんだ。おっと、ヤマトの昨日相方がね乗ってたんですけど、20何キロ25キロぐらい乗ってアベレージが 62.6 キロ。ただね、一番最初からの動かしてないじゃないですか。あのアイドリングでずっと放置してる時があったんで、結局ね、うん、それ考えるとすごいですよ。超低燃費、なんといってもね、平均燃費計がついてるっていうね、すごい仕様、すごいな。目の前出てきてそのまま真ん中走って横断のチャリンコに、思わず私はどうしたらいいのか分かりませんでした。はい、さあそんな感じで、これ乗れ、もう少し伸びんじゃないですか。だから平均燃費はどうですか今。 62.5 キロ。これアイドリングで止まってるとどんどん落ちるでしょうけどね。すげえ。おっと、工事やってるから U ターン、 U ターンしやすいかな。大丈夫、シフトダウンをしなきゃいけない。これがスーパーカブの難点ですかね。でクラッチがないからね。でただシフトダウンだけしちゃうとキッってね、いわゆるロック状態、そんなこともある。うん、もうあっという間4速。ちなみに新型エンジンでロングストロークになってるそうです。はい、今4速で、30キロぐらいね。でスロットル開けましょう。加速する。しかもスル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 って出ていく。今 62.7 キロになりましたよ。すごいね。うん、ほら加速するもん。このエンジンすごいわ。これなんか70キロぐらいのやつを見たことあるんですよ。行くね、行く。70キロ行く、これ絶対。うん、平均燃費が恐ろしいな。これがホンダのテクノロジーだぜ。ホンダを褒める会ね、はい、いやー早くこれ日本で売ってほしいですよね。なんで日本で売んないかな。来年みたいですけどね。いやーこれすごいわ。メーターが嬉しいね。メーターちょっと嬉しいね。なんだろうな、嬉しくないですかね。嬉しいですよね。よくわかんない。あ、ちょっと山の中しろうかな。これ無敵だよ。これでガソリンが8リッターぐらい入ったらもう無敵でしょ。500キロぐらい走れちゃうじゃん。やばいよ。すごい。シフトダウン、シフトダウン。楽しいね、平均燃費出ると。もちろんあの全開走行してないですけどね、まだね、鳴らし中だからね。ちょっと走って、もう60、また 62.9 キロ。ちょっとずっと4速で流す走りをしてみたいですよね。さあ、この先、急搬のため、自転車降りてください。マジで走るわ、これすごいわ。で昨日だって普通にただほら街乗りですよ。街乗りで60キロっておかしいでしょ。なんかね、もうこれクレームついちゃいますね。これなんだろうな、なんかスクーターがバカらしくなる。うん、スクーターの燃費が40キロ走れば、走るねなんて、40キロとんでもない。スクーターって何なんだと思っちゃいますよね。あのね、トルク感がいい。
スロットル開けた時のこう、うわーって出てくる感じが、株ってこんなに良かったんだ、知らなかったな。ねえ、さあそしたらね、ちょっと止まりますか。はいね、はい、そんな感じですね。ちょっと走ってきたんですけどね、ちょっと見てみると思います。今 63.2 キロで28キロ走り、27キロぐらい走ったのかな、アベレージ 63.2 キロ。まだしかも1個も減ってないの。どんだけ走んだよスーパーカブみたいなね、感じでございますね。スーパーカブを愛してやまない皆さん、こんにちは。アイドリングをしていたら燃費が若干落ちて63キロになってしまいましたが、発進。うわーすげー気持ちいいねえ。これはこれで、だから積載線さえあればもうスクーターを超えますね。で、運転がかったるいっていうのはあります。確かにギアチェンジしなきゃいけないからね。うん、だけどまあそれが楽しいって見方もあるからね。うん、いいじゃないですか。スーパーカブに否定的な皆さん、こんにちは。いないですか。わかんないね。っていうかスーパーカブ売れなかったんだけどね、そんなにね。なんでそんなにで止まったらね、ボンボンで踏み込めばニュートラルに入ってまた1速にできるからね。4速のままそのまま止まって、うん、そういう乗り方もできる。ロータリーのいいとこですよ。うん、いや、メーターが楽しいね。これ平均燃費が出るだけでちょっと楽しいね。うん、いい。おう、楽しい。スクーターよりやっぱ楽しいわ。うん、新型の PCX はどれぐらいあれですかね、燃費がいいんですかね。さすがにでも60キロは出ないだろう、そうそうは。これ3速で今4でしょ。で、ニュートラルにそのまま入れ、あ、止まんないとダメなの。止まったらニュートラルに押すと、もう一回ニュートラルに入るでしょ。で、もう一回やると1速に入るんですよね。 63.1 キロね。で、これ信号待ちで止まってるとちょっと下がっちゃう。でもこれアイドリングでも燃費いいんじゃないですかね。減らないもん全然。車だとどんどん減っていくじゃないですか。まあ、アイドルストップ、まあ、するでしょうけどね。アイドルストップついてないのか、カブは。ついてたらいいのにね。無敵だね、ついてたら。しかも、そんなに一生懸命走んなくても楽しい。うん、それはやっぱ大きいですね。おい。いいよ。これ以上何を求めるというのだ。まあ、4速で55キロぐらい。平均燃費上がんないね。さすがにこれだけ限度か。63キロぐらいなんだ。これで100キロぐらい出るわけでしょ、最高速も。無敵じゃないのねえ。すごいわ。でも日本じゃないんだよ。もう日本の車両じゃないからね。これ4に入れたまま結構走れちゃうんだな。すごいな。今 63.6 キロになりましたよ。日本仕様もなんかLCD メーターじゃないかっていうね。で、フロントがディスクブレーキで ABS 付き。うん。ただ問題はそうなると価格が、ね。価格がどうなるのかがちょっと気になるところですよね。はい、どう思います？価格はいくらだったら買えます？だって今28万ぐらいするでしょ、日本仕様でもね。33万とか35万ぐらいですかね。もうしょうがないねこれね。でも値段を抑えるために
この LCD メーターつけないっていうのもちょっと寂しいですね。なんといったって燃料ゲージが減らないんだもん。PCX も減らないってね、有名ですけどね。これすごいわ、いまだに F のままだもん。半分過ぎてから多分ね、減りが早いだろうなと思うけど、なんか平和な感じがする。ただ足が前に投げ出して乗れないのがね、これはスーパーカブですね。はい、さすがにスクーターとは違うね。こうちょこちょこっと路地みたいなところを走るのが楽しいんだよこれ。さて、あとやっぱりホイールが前後17インチだから安定感高いですよね。うん、安定感高い。今 64.1 キロ。ちょっと回っただけでね。今走行距離はね、31キロね。うん、で30キロで、だからまだ 0.5 リッターしか消費してないという計算でしょ。しかもね、ゲージが1、2、3、4、6個あるの。まだ1個も減ってない。すごいよ。30キロ走って1個も減ってないんだよ。レーシングだったらもう、20キロ走ったら1個減っちゃうからね。やばい。そういうこと言うとね、なんだレーシングはどうのこうって言われちゃうからね。だからそれは気をつけなきゃいけない。だよ。最初ずっとアイドリングとかでしか置いてないから、2キロとかね。それでも2キロってどういうことだよって。平均燃費走ってないのに。みたいな思いましたけど、うん、ちょっと走ったらこれです。はい、いや、 やっぱりあともう昔のカブとは雲泥の違いです ね、うん、ね。これじゃあ もうこれ乗っちゃったら CT100 等とか乗れないよね。ね、いいですかそれで、大丈夫ですかね。はい。どっちを選べって言われたらもうちょっと。CT100 とどんな頑張ったって40キロ走んないもん。それでいて遅いでしょ。納得いかん。これがテクノロジーの進化というものか。2速で走んできんの？余裕だよ。2速でも余裕で走んできる、うん、全然、うん、色がちょっとピンクっていうのかな、目立つな。でも日本の青メタリックとかね、あれいいですよね。いやロングストロークエンジンいいじゃないですか。って言っても前のエンジン乗ったことないけど。ない。ないんですよ。いやこれはいいわ。今 64.5 キロになった。はい、ということでですね、ちょっと一回りしてきたんですけど、はい、今燃費ね、今ちょっと下がりましたね。 64.4 ですね。 64.4 キロでゲージ全然減ってないよね。31キロになりましたかね。うん、だいたい 30.8 キロ走りましたで、全然減ってないね。今 64.4 ね、そんな感じです。はい、いやーすごいですね。うん、やっぱり、うん、これがスーパーカブね。スーパーカブ、はい、汚いよね、これちょっとね、はい、ミラーもちょっと高級感のあるね、ちょっとおしゃれなミラーに。まあ日本仕様はね、出るっていう、うん、でもほら10月でもう前のタイプはね販売できないじゃないですか。 ABS か前後連動つけなきゃいけないからね。株もそうなんですよらしいんですよね。うん、でただ9月までの生産分に限ってはほら販売できるから、ただ9月までの生産分が全部デリバリーできるのがおかしいですよね。9月に作ってなんでデリバリーできないんですかね。来年になっちゃうっていう話ですよ。よくわかんないですけど、うん、でそうなるとどうなるかっていうと、新型出せないっていうのがあるみたいです。だから10月に新型出しちゃうとデリバリーもされてないのに前のタイプがね、ということで、今そんなことやってる、うん、どうなんですか。部品とか来ないとかいろいろあるのかもしれないですけどね。で来年になるって話ですね。で来年出るやつは前後、前がディスクブレーキ、後ろはドラムのみたいですけどね、前がディスクブレーキになって、ABS がつくと。でメーターは
一緒っていう話ですけどね、 LCD メーターらしいんですが、ただまああと心配な価格ね、価格がどれぐらい上がっちゃうかね。40はさすがにいかないでしょ、 C125 は40するからね。でもやっぱり30、ディスクブレーキでしょ、 ABS でしょ、33とか35とかいう世界なんですかね。どんどん高くなりませんかもうね。なりますね。なりましたけど、まあなんです。あと、鍵、これですね。これシャッターキー、これついてるんですけど、シャッターキーがどうなるかですね。シャッターキーが採用されないのか、それともこれとね、もう一緒でシャッターキーもつくのか、そのあたりですよね。だから、あと細かい色とかね、そういうのがちょっと変わってくるでしょうけどね。でもね、ドラムいいですよね。らしい。乗った感じね。やっぱブレーキもそんなにこうガンって効く必要ないですしね。やっぱりカブはドラムは、でもいずれはね、ドラムなんてあったよねって言われるんでしょうね。やっぱディスクじゃないとって言ってね。そういう時代なの。でもその頃にあれかな、エンジンじゃなくなってるのかな。どうなんですかね。はい。まあどちらにしてもね、いずれは消えていくんだろうと思うんですけどね。エンジンじゃなくなっちゃうとね、モーターないずれになるんでしょうけど。はい。で、これタイカブなんでダブルシート。もちろん日本仕様はね、普通、後ろはキャリアでしょうけどね。はい。そうね。で、これはね、ここの部分にキャリアが付くやつが、タイではオプションであるんですよね。オプションであるんですよ。だからそれ、頼んでるんですけど、なかなかね、現地でないって言われちゃって、いつになるかわかんないって言って、結局ね、いつもキャンセルされちゃうの。Bバイクさんに。でもまた入れられるようになったから、また入れたんですけど。そうなんですかね。はい。そしたらこうキャリアつけて後ろになんかちょっとボックスつければほら利便性も高くなるじゃないですか。やっぱ箱がないとね、どうしてもなんかショーとかなんかね、あとヘルメットもね置く場所がとかねありますからね。はい。さあ、でも楽しい。もうこれに尽きるところですよね。乗って楽しい。なんですかね。本来の最初の目的は出前するっていうね、出前に使うっていうあれだったと思うんですけど、今はもう違いますね。はい。おしゃれな乗り物って。あなたも一台。